僕その公式一度も覚えたことないです。結局公式っていうものは覚えなくても使えるようにするのが一番大事ですね。はい、どうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄太です。今回ですね、たった2ステップで必ず解けるチェバメならずの定理、まあ、大体高校1年生の最初に習うと思うんですけど、なんといっても公式がすごい複雑ですよね。なんか AF 分のなんとかなみたいなやつ、イコール1っていうやつですよね。何を隠そう、僕その公式一度も覚えたことないです。っていうかね、公式ね、覚える必要ないですね。僕一回も覚えたことないんですけど、模試とか、まあ、入試とかで解けなかったこと一度もないですね。もうね、公式なんて覚えないもの。あれはもう本当にポイントたった2ステップだけ押さえれば、公式を覚えずに必ず問題を解くことができるので、しっかりとねその2ステップ学んでいきましょうね。ということで早速チェバメネラルスの定理やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。2ステップで必ず解けるチェバメネラルスの定理。今回の流れは、まずこの2ステップ、たった2ステップっていうものを理解するために必要な基本、チェバメネラルスの定理とはっていうところから始まり、その後に実際の例題を通してたった2ステップで瞬殺していきましょう。その2ステップとは、丸1、日がわかっているところと日を求めたいところに線を引く。もう線をバーって引くんですね。で、丸2、三角形一周の旅に出る、縛りあり。これがね、何のことか分かんないと思うので、しっかりと解説していきますね。はい。チェバの定理とメネラルスの定理っていうのは、大雑把に言うと、この4つのパターンがあるんですね。まあ、とりあえず、こういうような形の時に使えるんだな、なるほどっていうところは、なんとなくこう見て、っていう風に思ってくれればいいです。で、すべてね、チェバの定理、メネラルスの定理、こういう風な式で表せるんですよ。はい。これですね。うわ、なんか教科書で見たやつだっていう、ふうに思ってる方多いと思いますね。はい、そうなんですね。こういう式で教科書に書いてあるんですけど、覚えなくて大丈夫です。こんがらがるだけだから、ちゃんとしたステップに基づいてしっかりと追っていってあげれば大丈夫っていうことですね。で、じゃあ最初にチェバの定理、メネラルスの定理ってあるけれども、それぞれ何が違うんだっていうことをまず説明していきます。はい、はじめにチェバの定理から。チェバの定理っていうのは主にこの2パターンのことを言うんですが、簡単に言うと、はい、三角形と点についての定理なんですね。三角形と点、そのメネラルスの方は三角形と直線なんですけど、点と直線どっちだったっけなって忘れたら、このチェバの場のね、点があるから点なんですよ。三角形と点ね。次、三角形と点についてのものだと。具体的にはどういうことかというと、今回で言うとどっちも三角形 ABC と点 G ですね。この二つでは三角形 ABC と点 G についての定理なんですね。どういうことかというと、まあ、三角形 ABC があるじゃないですか、こういう風に。あるね。ありますね。で、左の場合は点 G が三角形内にある場合、右の場合は点 G が三角形の外にある場合の二つですね。だからこの二パターンに分けられるんですよ。じゃあ中にある場合っていうのは、それぞれこの点を目指して点からピーって線を引いてあげてると。わかりますよね。で、この分点たちによって、その三角形 ABC が分けられるわけですね。それによって、こういう式が立つわけなんですよ。出た、この式。嫌なやつだな、っていうふうに思うんですけど、この式、すごく簡単で、三角形と点があるじゃないですか。まずその三角形に注目してあげるわけですよ。三角形 ABC に。そうすると、ステップの丸2で三角形を旅するっていうふうに言ったじゃないですか。もう本当にその通りなんですよ。三角形のどこでもいいですよ。じゃあ点 A から始めましょう。せっかくなら。ここをスタートとします。ここをスタート地点として世界一周旅行するんですよ。三角形一周旅行。A の次どこ行きますか？まあ B でも C でもどっちでもいいんですけど、まあじゃあ B 行きますか、一旦。じゃあ次 B 行きます。で、三角形の旅に出るの時に縛りありっていう風に言ったじゃないですか。次の B の地点に行くために、この分点を一回経由しなきゃいけないですよっていう縛りがあるんですね。つまり D に一回行って D に。ADDB。これがここなんですね。ADDB。じゃあ次 B 行きました。一周旅行するから次 C 行きたい。じゃあ C 行くために縛りがある。何の縛りかっていうと、分点を一回通んなきゃいけない。ここのね、E を一回経由しなきゃいけないんですよ。あ、じゃあ BE 対 EC。で、ここの BE 対 EC と。これそのままですね。もうあとはわかりますよね。一周戻っていくんだから、またゴール地点まで A に行きたいと。その過程で分点 F を通んなきゃいけないから CF 対 FA と。もう完全にこれだけなんですよ。つまり簡単に言うと、これもう世界旅行行ってんで、AD、DB、BE、EC、CF、FA で
スタートに戻ってくると。スタートからゴールで世界一周してると。こういう風に流れるように位置が決まってくると。それかけて1になるわけですね。で、この分点たちっていうのが三角形 ABC と点 G によって決まってくるよってことなんですね。この点 G と A、点 A を結んであげて BC との交点が一つの分点になるしって、それが A についても B についても C についてもやって、この分点が3つ出てくるというわけですね。この点 G が外にあっても一緒。分点っていうのは、この AG で一つできる、BG で一つできるんですね。要は AC にはぶつからないから AC を伸ばしてあげたらここね、ぶつかるというわけですね。で、CG とも当然、線分 AB ではぶつからないから AB を伸ばしてあげた直線 AB 上のここっていうふうに考えてあげると。あとはもう簡単ですよね。この三角形っていうものを旅してあげると。A から B に行きたいんだけど、その間に分点 D を通んなきゃいけないから、AD、DB って乗せてあげて、次 B から C に行きたいから、分点 E を通る。B、E、E、C、同じ CF、FA、C から A に戻るとき、分点 F を通ってあげる。終わり。こういうことなんですね。チェバの定理。あ、三角形と点によるものなんだっていうことを、とりあえず押さえておいてください。あとで問題演習で2ステップを簡単にまとめるので、今は、あ、こういう感じで三角形と点でできるものなんだな、ふーんっていうふうに思っておいてください。じゃあ次、ミネラウスの定理。ミネラウスの定理は、チェバの定理三角形と点に変わって、今回は、三角形と直線なんですよ。今回も三角形 ABC と、今回直線 DE という例を持ってきました。今回も三角形 ABC っていうものがあって、ありますね。うん、あるな。で、今回は DE っていうものが ABC の中を通る場合と、外にある場合の2パターンありますよね。これも当然。この2パターンでミネラウスでどっちも使えるわけですね。じゃあどういう風に考えていくかっていうと、同じなんですよ。もう直線の場合はこの直線とそれぞれの辺の交点によって分点が決まってくると。AB との交点だったり、こっちもこことここが交点ですね。要は AB 内になかったら伸ばしてあげればいいんですよ。伸ばしてあげることによって交点を作ってあげるというのが、さっきのチェバの定理と一緒ですよね。これをすることによって、あとは全く一緒。三角形を旅していく。で、その過程で分点を必ず経由してあげなきゃいけない。まず A をスタートしてあげると、はい、次 B に行く。B に行く過程で分点を経由しなきゃいけないから、D を経由して B まで行く。次、B から C まで行くんだけど、その時に分点 E を経由していかなきゃいけない。全く一緒。C から A 行く時、分点 F を経由していくと。だから、これはもう覚えないんですよね。覚えなくても、あ、ABC 三角形に順に追っていけばいいんだっていうことですね。で、その時に分点を考えていけばいいんだっていうことなんですよ。よろしいですか？で、こっちの場合も一緒。A から B 行く時に分点 D を通ると。B から C に行くとき分点 E を通ると、C から A に行くとき分点 F を通ると、かけて1と。これで終わり。はい。大丈夫ですか？だから、ミネラウスの定理っていうのは、その分点が三角形との直線になってると。さっきのチェバの定理っていうのは、三角形があって、点があって、この点をもとに、点だけじゃもちろん分点はないから、この三頂点と結んであげたこの三本の線によってこうやって分点が構成されたわけで、ミネラウスの定理の方はただの直線をビーって引いてるわけだから、もう分点が必然的に決まってくると。そういうのがチェバの定理とミネラウスの定理の違いですね。じゃあ実際に問題演習していきます。問題演習を通したら、あ、チェバの定理、ミネラウスの定理ってこういうことだったのかっていうのがすぐわかんでね。これあれ、あ、チェバの定理のあの右上のやつだみたいなね、いうふうに思った方もいると思うんですけど、この形だからチェバの定理っていう風に考えるのは危険だっていうことを問題演習を通してしっかりと理解していきましょう。まずね、この問題演習、まずこのポイントをね、復習したいと思うんですが、丸1、比が分かっているところと比を求めたいところに線を引く。丸2、三角形一周の旅に出る、かっこ縛りあり。この2ステップを追っていきましょう。じゃあちょっと例題をね、例えば、今回、ここの AB 対 BD が3対1、BE 対 EC が2対1の時、AC 対 CF の比を求めなさいっていう問題があったとしますね。これどういうふうに考えていくかというと、ある位置から考えていきましょうか。比が分かっているところと比を求めたいところに線を引くと。だから、今回比が分かっているところって、ABD、ここの比ですよね。ここの部分が分かってる。次、BC も分かってる。で、求めたいところがここなんですよ。わかります？求めたいところはここ。ということで、これ引いたことによって何が浮かび上がってくるか。三角形が浮かび上がってきますよね。そうなんですよ。つまり、これ三角形 ABC と何かの
チェマの定理、はたまたメネラウスの定理かっていう風になってくるわけですね。じゃあ次、分点を着目してあげると、分点って D と E と F ですよね。もうこの瞬間に分かること。D と E と F ってことは、これって G を基準にして作られた分点だっていうことが分かりませんか？ G、こう PPP って引いたものだという風に分かるので、これによって、あ、これ記述式だとぜひね、書いてほしいんですけど、今回三角形 ABC と点 G によってチェマの定理を用いるというふうなことが分かりますよね。要は毎回毎回どの三角形とどの点におけるチェマの定理か、はたまたどの三角形とどの直線におけるメネラウスの定理かっていうところをしっかりと答案上で表現すると。なぜ答案上で表現するかというと、毎回これをすることによって自分が間違いなくなるっていう意味で、これを一言述べておくとかなりいいかなと思います。で、あとはもう簡単。ABC っていう三角形を世界一周していけばいいだけなんですよ。だから AD 分の DB。まあ AD 分のって言ってるのは AD を分子に持ってきてるんですけど、AD が4。で、4。で、DB が1と。次、BEEC っていう風に行けばいいから、2、1と。次、CFFA って行けばいいから、まあそれそのまま書きますか。イコール1となるので、CF が丸1、FA が丸8という風になるわけですね。これ8だからね。だから、1、8と。1対8っていう風になるから、ここが7になるわけですね。だから7対1が答えという風になるわけですね。こんな感じでパッとできると。じゃあ次、もう一個例題作りますね。はい、今回は、ここの AB 対 BD が2対1、DG 対 GC が3対1、BG 対 GF を求めなさいっていう問題があったとします。なるほど。こういう風にするか、もうわかんない。とりあえずね、もう、さっきチェバの定理だって言ったけど、今回チェバの定理じゃないんですよ。結論から言っちゃえば。まあ、実際にやってみると、比がわかってるとこと、比を求めたいところに線を引くと。わかってるところ、あと求めたいところをビーって引くと、はい、浮かび上がってきましたね、三角形が。ということで、今回は三角形 DBG と何かで求めてあげると。じゃあ分点はっつったら分点こことこことこれですよね。ACF とこう経由してるわけだからね。あ、もうこれ直線じゃん。はい、終わり。ということで、今回は三角形 DBG と直線 AF ですね。はい。三角形 DBG と直線 AF においてメネラウスの定理を用いてあげればいいというわけですね。もうあとは簡単。この DBG の一周の旅に出ましょう。まあ、どこをスタートがいいですか？今回冒険、普通なのじゃ飽きたんで、あえて G から行ってみますか？さらに、じゃあちょっとあえて、反時計回りで回ったんで、時計回りで回ってみますか？ということで、GDB の順番で進んでいきます。はい、G から D に行くときに、分点、縛りありですよね。ちょっと寄り道しなきゃいけないんですよ。この分点 C を寄り道していくと、つまり GC が1と、と CB、CD とは5だね。はい、次。D から B に行きたいですよね。旅。その時に分点で寄り道していかなきゃいけないと。はい、DA、AB という風な順番に行っていかなきゃいけないですよ。DA が4、AB が3。次、ここの求めたいところから、B から G に行きたいけど、寄り道 F ということで、BF、FG と。イコール1という風になるわけなんですよ。はい、あとはもう簡単ですね。ここ15分の4だから、移行すると4分の15になると。だから、ここが15、4と。BF のところが丸15、FG が丸4という風になるので、ここ丸4だから、ここが11になると。だから答えは BG 対 GF が11対4ですよっていうのが簡単に求まるんですね。ということで、今回、同じ形だったけども、メネラウスの定理使ったり、チェバの定理使ったりとね。それは、どこの比が分かっていて、どこを求めさせたいのか、っていうことに全て決まってくるんですよ。じゃあ、それはどういうふうに考えるかっていうと、この2ステップですよね。分かってるところと求めたいところを線引くことによって、三角形が浮かび上がってくる。で、その後に分点っていうものを見てあげれば、点なのか直線なのか、まあ、チェバの定理なのか、メネラウスの定理かっていうのが必然的に分かってくる。で、その上で、あとは旅に出る。三角形一緒の旅に出ていくという時に、まあ、縛りあり、これ分点を通りましょうっていうことですね。分点を通っていこうっていう縛りがあるというわけなんですね。もうこの2ステップを守ってくれれば、公式覚えなくてもできますよね。この2ステップで絶対解けるというわけですね。
はい、ということでね、基本的にね、公式っていうものはしっかりと理解して使いましょう。チェバメ・ヌラソンの手に限らず、結局公式っていうものは覚えなくても使えるようにするのが一番大事ですね。はい、ということで今回は必ずこの2ステップで解けるチェバメ・ヌラソンの定理ということで解説していきました。もしためになったよという方はぜひチャンネル登録、高評価、あとコメントにこういう動画撮ってほしいというものを載せてくれたら嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。